劇館ジョニーです。今日もみんなのお尻に火をつけちゃうぞ。せーの、もえもえビーム。はい、やってきました。はいはいはい、激辛ですよ。今日はですね、ここどこだっけ、あー見つけた。今日はですね、あの神保町に来てます。神保町、イエーイ。ねえ、このね、日が暮れる時間帯ですよ。もう寒くなってきたからね、女子にはきつい。で、今日行くお店なんですけど、今回はですね、つけ麺やってきました。久しぶりの麺ですね。まあこれもネットで探したんですけれどもね、あの見栄え的、絵面的に結構辛そうだったんでチョイスしたので、早速行ってみましょう。レッツゴー。はーい、いらっしゃいませ。ジョニコが来たよー。あ、どうもよろしくお願いしましゅー。はい、というわけでやってきたんですけども、今日はですね、麺屋33さん、3つけちゃうと3さんになっちゃうけどね、麺屋33さんに来てます。お目当てのね、メニューはね、辛地獄つけ麺と。辛地獄つけ麺ですよ。いかにも辛そうな名前、ひゃー。じゃあ早速頼んじゃいましょうか。すいませーん。辛地獄つけ麺でお願いします。うわー、楽しみー。毎回毎回こんな辛いもの食べてたらね、お尻が炎上しちゃいますよ、本当に。まあでもね、コスプレしてこんなお店に来てたら、そろそろアンチがついて炎上してもおかしくない。ボーンブロススープが入ってるんですか。それは、そうですね、あのそれはね、丸鶏うまみそばっていうのがそうなるんですけど、こっちはまあ全く昔ながらの中華そばで、あっさりした細麺から。じゃあ結構女性向きですね。女子向きですね。女子向き。ああ、そうですね。何なんだ。そのため息は何なんだ。あ、来た。はい。辛地獄つけ麺。辛地獄つけ麺。うわ。カレーっぽい匂いする。わあ。すごいね。すごいよ。見てこれ。真っ赤っか。やだもう。辛そう。今夜もかましてくぜ、聞いてくれよな、いくぜ。うまみと辛さの方程式、身長欲しいの応援を意識、スープと麺はマンツーマン、三角一は33。あれ、いただきます。じゃあ行きましょうかね。すごいね、こう麺の上に、これ唐辛子かな、じゃあジョニコ行ってきまーす。おお、つけ麺いいよね。ジョニコ猫舌だからさ、じゃあ一発目行きましょうか。麺によく絡みついてますよこれ。うまい。あ、ビートすね。ちょっとなんだろうこれ、唐辛子系の辛さかな。これカレーっぽい感じもするし、あれですね、これは豚骨ベースですね、このつけ麺は。うん、美味しい美味しい。これは進むぞ。数時間後のバックファイアも気をつけないと。あ、でもちょっと辛いね。ピリッとします。スープが濃厚。ちょっと早くもね、このお顔の周りがもうね、塩吹き始めたよ。結構麺もボリュームあって、これはなかなか食べ応えありますよ。女子にはちょっときついかもね。見てください、メンマがゴンブト、ゴンブトですよ。こんなに輝いてる、もうおみじりさん、やだー。ジューシー、美味しい。辛地獄だけあってね、ちょっとピリピリしますね、お口の中が。ザクザクいきましょう、ザクザク。やだ、まだ髪の毛で食べちゃった、やだ。あ、なんか最近ね、髪の毛あんまいじらないように注意してるんですよ。ちょっと注意されちゃったから。髪触りすぎはあなたっつって、それ
気になりますよ。だってお口の中に食べてる時に入っちゃうんですよ。これカメラに見えてないですけど、今ここら辺にね、4、5本ぐらい髪の毛がプーってね下がってきてるんですよ。いや、鬱陶しいわマジで。なんでこの格好にしたんだ。ああ俺か、衣装迷走しすぎてね、こう周りに回って何しようかなと思ってね、しまいには風鎮になっちゃおうかななんつってね、このメンマね、この丼ぶと、この麺もね結構もちもちしてて美味しいですね。しっかりしてるわ。この冷やした麺にね、この熱々のつけ汁スープがね、また合うんだわ。これがまた美味しい。もえもえビーあーちょっと来たかも、来ちゃったかも。ここで来ましたー、初期タイム。どどどどどど、今日もびっちょこ。女子なのにこんな汗かいたら恥ずかしい、見せられないよこんなの。じゃあね、残りわずかなのでラストスパートかけていきたいと思います。これね、これちょっとね、角切りチャーシューも入ってますよ。角切りチャーシューも、あーもうまい。この終盤にチャーシュー紹介しちゃうって遅えよって。もっと前半に紹介しろよ、具材入ってる具材とか。うまいな、これは止まりまへんな。うまいうまい。じゃあ麺を最後ね、もうぶっ込んでいきましょう。これネギも入っててね、ネギも香ばしい。絶妙なこの麺とね、スープの絶妙な黄金比、このスープと麺がちょうどいい量ですわ。見えない見えないってあれですよ、見えない企業努力ですね。なんかここにつけ麺用スープみたいな発見したんで、これ入れちゃいます。これね、優しいな、おい。ごちそうさまでした。完食しましたー。オッケー。いやー、美味しく食べれました。ね、やっぱほどほどがちょうどいいですよ。本当に。僕はネタでね、あんなね、挑戦してますけど、やっぱね、これぐらいちょうどいいですよ。これぐらいの辛さだったら、辛いの苦手な方でも食べれるんじゃないですか。今日食べた辛地獄つけ麺の下のレベルがあるんですけど、これが辛辛つけ麺ですかね。うん、こっちもあるんでね、レベル落としてチャレンジしてもいいんじゃないでしょうか。麺屋33、辛地獄つけ麺、辛さレベル発表します。じゃーん、じゃじゃん、辛さレベル4でーす。4です、おめでとうございます。ツイッター等々更新しますんで、フォローお願いします。あとこの動画がなければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今年年内チャンネル登録者数1000人を目標に掲げてやっておりますんで、あとちょっとです。あと150人ぐらいかな。年内にはね、どうにか達成したいので、ご協力お願いしますね。ジョニー何でもしますんで、本当に何でもする。もうね、やっぱりね、今だから YouTube の収入はないというわけでね、もうほぼボランティアですよね。まあ好きだからやってるっていうのもありますけれどもね、まあまあお金が出てく、お金が出てく。まあ結構機材代とかね、僕ね30万とか最初にぶっ込んでたからね、やばいことになってね。まあね、でそうやってね、まあ、活動するにあたってね、僕こうやって腰振ったり、ふぅーとか激辛ふぅーとか言っちゃうもんだからね、カメラがこうやってね壊れちゃうと、壊れちゃったんですよ。こういう修理代もね、またお金がかかって、ああどうしよう、ああまた支払いに追われる、ああとね。まあだからこそね、1000人いけばない、まあそれこそ広告がつくんですよ、広告が。で、私の YouTube 活動もね、少しはね楽になるというか、いや楽になるというか、まあこれはね完全にまあ真面目な話になりますけれども、壊れたカメラを直すに一つにも、まあ、撮影の経費とかにも充てられたりするのでね、なんか企画をやりたいですね。でっかい、まあそれこそお金がかかるような企画ですよね。で、まあ、今考えてるの激辛の本場イン韓国ウィズ・ジョニー。
ね、この企画だったらちょっとやってみたいなともありますし、このチャンネルを大きくしていきたいので、この年内1000人っていうのはね、ぜひですね皆さんご協力いただけようと思いますんで、これはねもう激辛ジョニーとしての男としての決意なので。女か。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。もっと見てください。ほら、だいぶねっとり、ねっとりボタンはここだよ。 OK、 チャンネル登録してね。 OK、 もっともっともっと増えろ。 OK、 もっともっと